みとめしかばちゃらさーやっせーやっせーかい何のゲーム何のゲームですか。どうも、しいたけを、かじってみたら中から小人が出てきました。はい、その小人のね、チンコがね、あまりにも大きかったんで、僕はびっくりしましたね。ということで、今回もね、ミートピアやっていきたいと思いませんでした。今日も前回の続きでミートピアをやっていこうと思います。ちょっとだけね、ちょっとだけ楽しみ。今朝の8時半なんですけど、めちゃくちゃ目がしょぼしょぼしてるんですけど、これは、僕の目が、イソギンチャクということでよろしいですか。じゃあ今日も健康ミートピアやっていきますか。始める。なんかあれだね、ヤンヤンの顔を取り戻して終わったんだよね。あれ、これ待って、これまさかこれ、あー、そこからそこからなのね。ヤンヤンの前からなのね。いい、わかったわかった。おい、ブサイクになって帰ってくるぞ。あー、はい、ということで前回の続きまで戻ってきましたね。ヤンヤンだからお前反抗期やめろ。いや、邪魔なんだよお前は。どうしたのそんな嬉しい。わーいわーい、僕は大魔王だぞ。バカになっちゃったのかな。ねえヤンヤンくん、お前はねバカなんだよ。これ何すればいいんだっけ。これな、待って、ティガレックスじゃん。怖っ。話しかけた瞬間目開けるなよ。とりあえずこれ何をするんだ。これ何をするの。え、なんかねえ、これメイクとウィッグ。これ何これ。ミートピアのミーはメイクとウィッグでもっと美しくなれます。早速試してみましょう。え、何これ。え、何これ何これ。え、どういうこと。メイクしてみる。あ、お化粧楽しみましょう。 ありがとうございます。まつげをつけたり口紅を引いたり、あなたはもっと輝ける。さらに頑張ってメイクすれば別人みたいなんて言われちゃうかも。それではレッツメイクアップ。僕は女の子だった。これどういうこと。これ何、目何これ。あ、お、すごい、見て、キラキラを変えれる。あ、かわいい。え、これなんかさ、あ、見て見て、うわすげえ、カラコンとか入れれんじゃん。カラコンって知ってます。殺意の目、これ殺意、殺意しかないみたいな。これでいいじゃん。で、まつげ、まつげ、うわすげえすげえ。こういうゲームですかこれ。チークって何。あー、ほっぺた、かわいい、見てかわいいじゃん。あー、なにこれ、うわ、おー、かわいい、かわいいね。あ、すごい、ラーメン食ってそう。これさ、これなんかさ、俺のキャラクターの目の下のさ、水色のインクみたいの再現できないかな、これで。なんか、それできたら、化け物か、これ。あ、動かせる。これ、あー、バカバカ、おー、なんだ、おー、すごい、どっか行ったぞ。増えてどっか行った。なんか微生物みたいな習性あるんだ。あ、色も変えれたし、これでいっか。なんか、まあ、まあいいでしょ、なんか両面についてるけど。まあ、まあいいや。口紅はちょっと気持ち悪くなりそうだなって思ったら本当に気持ち悪かった。マジで気持ち悪かった。どうしよう、これ、これに至っては何、唇の外側に歯ついちゃってんじゃん。おお、なんだこれ、思想の巨人。おい、思想の巨人あるぞ。おい待て、重なってる。よく見たらこれメイク重なってる、これ気持ち悪い。ああ、終わっちゃった。終わっちゃった。まあいいや、なんか可愛くなったね。ウィッグってなんだろう、ちょ、ウィッグも見てみろか。新しい髪型を試してみませんか。前髪と後ろ髪を組み合わせたり、好きな色を選んだり、ぴったりのウィッグを見つけましょう。ちょっとだけ注意です、ウィッグをつけると帽子は見えなくなっちゃうの。でもご安心ください、ウィッグはいつでも外せますよ。あら、誰あら、これ どなたこれ。楽しそうで、メリーゴーランド見て、こう真顔でしょ、真顔だけど内心めっちゃ嬉しいから、わー楽しいっつって、回転する、楽しいっつって。何やってんだろうね。あ、やべ、おいおい、最悪、おい、ちょ、返せよ、俺を返せ。怖っ俺女の子になっちゃったのかと思った、本当に。よし、じゃあこれで行っていこっか。うわ、なんかすごいキラキラしたねお前
すごい。いや、まあとりあえずこれで進んでいこうか。ちょちょ、ああ、レオ当たった。最初の町が王様になんて言おう。あの旅人さ、私どうしたらいいんでしょう。うん、カレー作ったらいいと思いますよ。とりあえず先進もうか。先に進めるんだったら、放浪者たちに配役するミオを選んでください。ちょっと待って、おい、どういうことこれ。な、なにこれ、卓球怖っ。卓球見て、な、なにこの異世界人。どうすればいいこれ。なんか一匹だけティガレックスするか。おい地獄。おい、このキャラクター地獄なんだけど。はい、できました。どこでもポストマンティガレックス。はい、頑張ってねティガレックスね。あ、待って待って、何か、なんか変なのおっしゃった。やばい、どういうこと、変なの、何これ、やだやだ。放浪者って何、どういう意味これ。なんか出てくんのかな。え、何こ、ど、どっち、こっち、こっち行けばいいのかな。のどかな平原。わあ、綺麗、綺麗なふりかけご飯。おお、行くか。やるぞ。おい、なんだこいつの心、なんだ、どう、どういう感情してるんだこいつ。あ、こういう感じね。あ、こういう感じね。なるほど、自動な感じなんだ。蝶々だ。あ、一番最初の蝶々じゃないこれ。顔面が。じゃあちょっと戦っていこっか。前回のでレベル上がってないんだ俺。レベル1のまんまなんだ。まあいいや、戦おう。殴れその杖で。お、3ダメージ、いいぞ。顔面が痛い、痛い、痛いけど、まあ、勝てる。3対2だから勝てるぞ。やめた、お、やめて、ちょっと痛い、ちょっと痛い、ミスとかやめてね。お、3、あ、余裕です。はい、ザコが俺に歯向かうなよ、カス。ザコがよ。怪物たちから顔が飛んでいくのを見ておったかの。あの顔の持ち主はそなたのおかげで助かったのだ。先ほどの子供と同じようにな。つまり怪物をやっつければ誰かが助かるということ。どんどんやっつけてみんなを助けてやってくれ。頼んだぞスラビビオ。おー、やった、これでレベルアップするんじゃない俺、ワンちゃん。やった。うん、そのまんま言わないでもらって。やった、レベル2。これなんか魔法覚えない、魔法、魔法、ファイヤー来た。敵一匹に魔法の炎をぶつけてダメージを与える攻撃魔法来た。みんな、俺ついに魔法使いになったよ。ありがとうお母さん、ありがとうお父さん、そしてありがとう、あの時潰したアリ。おお、5円、5円拾いました。なんか、なんで5円拾った。昨日何食べたっけ。知らない、マックじゃないかな、多分。なんかマック食べた気がする。おお、なんか怖い怖い、口怖い、今見た。たくさんの怪物たちがピンチです。わわわクロちゃんだ。わわわわつって、勝てそうにないよ。勝てるよ。いや、勝てないわ、3対2だもんな、勝てないわ。おお、困っているようだの。ちょっと、おい、神、神がやれじゃん。お前の手でく、なんかやれよ。なんで俺に頼るの神様。よろしい、助けを呼んでやろう。お、なんだ、仲間か。うーん、はあ、何ですか、仲間が。仲間にして一緒に旅するミオを教えてください。来ました、皆さん。ついに俺にも友達ができるみたいです。こんな俺にも、まあリアルでは友達いません。とりあえずこの城のシナリオみたいな設定上、どう、設定通りに行きたいから、まあ、ちょっとこれはあのプリッツとアッキーにしようかなみたいな感じに思ってますので、ちょっと作っていこうか。これ何人作れるんだろう。初めから作る、女の子かな。ハレム作ろうか。ハレムだ。よっしゃ、適当に作っていこうか。俺じゃないからどうでもいいです。アッキーさんご自身がね、その お腹ぽっちゃり系のキャラで言ってますので、まあちょっと身長がね、あの結構高い感じなんで、こういう感じで、まあ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 こんな感じでしょう。
で、メガネかかって待ってるわけで、どういう日本語ですか？好きな色はメンバーカラーか。オレンジ。よし、これめっちゃ大きいじゃん。でもめっちゃいい。で、あとは、メイクとかすればいいから。いや、笑った顔全部ブサイクになっちゃうんだろうね。俺が作ったら。アッキーは自分のことなんて呼びますか？ボクチン、カタカナに統一させて俺にしよう。そう、これでいいじゃん。俺。アキはどんな性格だと思いますか？優しい、元気だね。めちゃくちゃ元気だから。アキの職業を選びましょう。選ぶ。あ、そっか。待って、これごめん、みんな、これアキさ、この城の設定だと魔物使いなんだよ。だけどこれさ、魔物使いないってことは、これどうすればいい？これどうしよう。みんな、魔物使いないよ。まあ、料理人かな。料理人っぽくない？手にする武器はフライパン、攻撃も回復も真っ赤さ、これでいいじゃん。俺は元気な料理人アッキー。やめなさい、料理人っていうのアッキー、やめろそれ。一緒に戦おう。 ありがとう。ええんかっつって、プリちゃんはまた後でみたいな感じ。来ました、顔面が A、 顔面が B。 さあ一体どてか、ファイヤー見れんじゃん。ファイヤー、おい今なんだ。俺のファイヤー見てみよっか。敵一匹に魔法の炎攻撃、これやってみましょう。顔面が A にぶつけよう。ファイヤー、マイペースコード、何これ、マイペース、何これ、おお、なんだなんだなんだ、本気出した、何、新しい技、ファイ来た、みんなファイヤー、ちょっと待って、ちょっと待って、おいおい、アッキーいらない、もう。おい、強いってこいつ、ちょっと待って、俺が強すぎる。待って、みんな俺が強すぎる。ふう、助かったよ。助かってないけどね。お前なんか助けたみたいになってるけどな、逆に。俺もついていっていい？あ、いいよ、全然いいけど、俺に毎月500万ね。うん、あー、アキが仲間に入った。おい、後ろのなんか宗教みたいな踊りやめろそれ。なんの、怖い、な、おお、なんだ、薬中か、どっちも。お無事切り抜けたようじゃの。アキと仲良く旅を続けなさい。仲良くなればなるほど、そなたたちの力は強くなるぞ。では良い旅をの。見て、二人とも笑ってるでしょ。多分ね、俺が作るキャラは全員この顔になります。このゲーム何人仲間連れていけるか分かんないけどさ、全員この顔だからね、笑ってる顔。来た来た、おいおい、アキやめろその歩き方、早い。ご飯美味しかった。うん、そうだね、よかった。いや、ほんとアッキーの職業魔物使いにしたかったんだけどね。まあ、しょうがない。あ、なんか落ちてるよっつって。何？バナナだ。バナナ拾いました。なんで？ちなみに待って、なんだ、どうした？バナナ、どんだけ落ちてんだここ。何本落ちてんのここ。食べちゃったよ。汚、菌とかいっぱいついてんだろうね、ウジ虫とか。何これ、待って、え、これギャルゲーみたいな感じ。何これ、急に神の力の目覚め。 MP 振りかけの、どういうこと、不思議な粉を振りかけて MP を回復できる。やった、ありがとう。お、新たな力が目覚めた。じゃもじゃの、 MP がなくなると技や魔法が使いくなる。戦いを有利に進めるには MP が必要なのじゃ。MP 振りかけてまたバリバリ技や魔法が出せるの。今夜もポケモンゲットだぞ。これ使ったらもうなくなるじゃない、これ。あ、なくなりましたよ、神様。魔法を打って、まずファイヤーで、まあ、ゴブリン強そうだからね。新しい敵だから。で、ゴブリン殺して、ファイヤーで。余裕だね。ゴブリンのハム、いらな。めちゃくちゃ汚な。食べたくな。そしてそんな歩き方やめろ、アッキー。そのなんか、何その歩き方。なんか邪魔なんかな。お腹の肉がね、とか言ったら、ちょっとやめろ。疲れたね。おい、そろそろ休みたいよ。あれは？どうした？宿屋を見つけました。上にあるんか。上見て、あれはっつってたじゃん。二人の部屋を決めましょう。え、どういうこと？な、待って、おい、盛りだくさんだぞ、このゲーム。このゲーム盛りだくさんです、みんな。同室の二人は勝手に仲良くなります。え、仲のいい二人は、お互いに助け合って。
え、な、ちょっと待って、ちょ、男同士です。そうそう。ぜひ、二人を同じ部屋に入れてあげましょう。え、嫌なんですけど。じゃあ、とりあえず、密室はまずい。この、なんか狭い部屋はまずいから、ま、真ん中にしよう。ね、真ん中はちょっと、うわ、あ、おい、ハート上がったって、おい、一緒の部屋で、うわー。お小遣いをあげると欲しいものを買ってきます。みんなが使える回復グッズや自分で使う武器などいろいろなものを買ってきますよ。おい、いろいろをカタカナにしたらなんか大人のもの買ってくるやん。これソラビビア HP バナナが欲しいみたい。え、どういうこと？いや、僕はいらないのであげません。アキは HP バナナが欲しい。いや、あげない、あげない。旅でゲットした料理を食べさせます。何これ、料理を食べると少しずつ強くなるのでどんどん食べさせてみんなを強化しましょう。来た。ちなみに好きな料理は効果が大きく、嫌いな料理は効果が小さいのです。好きな料理をいっぱい食べさせたいですね。これ食べさせよっか。とりあえずどっち好き？え、これどう帰るの？あ、出発だった。出発しよう。この仲間たちで旅に出ます。いや、この仲間たちしかいませんからね。あの、一回街行ってさ、あのアッキーにさ、メイクさせよう。これでいいか。じゃあこれでいいかな。セーブ。おー、来た。おー、アッキーになった。いいね、いい感じにアッキーになったよ。よし、じゃあこれで冒険して。お、やんやーやんやー、まだ嬉しい。そんなに女こわよく目回んないね。それ、そんな短期間でこんな回って、なんか心変わってるかな、成長したかな。わーい、わーい、僕は大魔王だぞ。はい、バカでした。よし、じゃあ次のステージ行こう。行くぞ、アッキー。ライラ、違う、その歩き方やめよう、アッキー。とりあえずその意味わかんない歩き方。なんだ、ボケてんじゃねえか。う、どうした、足くじいたか？大丈夫？お、これまさか、これ、おい、ちょっと待て、ハートが、おい、ハートが、お前まさか、あーやめて。来た、モンスター来ました。さあ、どんなモンスター？またお前らね、同じメンツ。さっきからゴブリン顔面が A、 顔面が B。 なんかさ、3対2じゃんこれ。そろそろさ、プリッツ追加したくない？顔面が一発で倒せるから、ファイヤーで。出た、これ、怠けるな。何これ、どういうこと？ MP をケチる。 MP ケチった。おい、弱。ゴブリンやろう、先、最初に。オッケーオッケー、ゴブリンオッケー、いいよ。あー、やべ、倒せなかった。痛い、あー痛い、死ぬ。アッキー死んじゃう、アッキー死んじゃう。倒せ、ナイスナイス、オッケーオッケー。あと顔面倒せ。やれ、やばい、アッキーが。あ、よかったよかった、まあいいでしょう。倒せ、このターンで倒せばいける。オッケー、ナイスナイス。危ない、余裕じゃない、全然。レベルアップした。よしよし、なんか覚えるかな、覚えそうじゃない。回復料理覚え、来た、みんな回復座を書いて。はい、この歩き方すごいな。俺もなんかこの歩き方しよう、今日から。外で聞かれるんだろうな、周りの人から。ラルゴさんの顔この辺かな。え、誰？とにかく探そうよ。探してるんですけどね。うん、今の会話何？なんでなんかカットシーンみたいに、なんかイベントシーンですよみたいなしたの今。絶対いらなかったじゃん今。何？来た、ラルゴさんだ絶対。眉毛太いし。ファッ。待って、 HP。おい、超ラルゴ。やばい、待って、おい、 HP 回復してない。やばいかも。まあいいや。とりあえずさ、ちょっとマジか。死なないようにしなきゃ。あ、でこれでさ、ファイヤー打って。回復料理で、おー、ナイス、ありがとうありがとう。回復料理で回復してくれ、俺を。うまそう、召し上がれっつって、で敵に回復させるんでしょ。痛いね、神の力の目覚めきました。皆さん、 HP 振りかけの力きました。もう死にかけの時に神様がね、力を貸してくれるんですよね。うん、だったら神様が倒せって思いますけどね。HP 振りかけをまずアッキーに使おう。あ、なるほど。あ、 A ボタンのシステム、なんか何回もやる感じね。これでさ、ちょ、ファイヤーで倒そう。もう生き物でしょ、さすがに。11、強い。どうだ、あ、強い。わー、さすが俺、ありがとう。うん、ありがとう。
なんでそんな慣れ慣れしいんだろう。まあいいや、レベルアップするんじゃしないか。来た、なにこれ、ボーナス経験値。いやちょっとごめんアッキー、ごめん、あの俺は俺だからさ、ちょ俺にあげるわ、ごめんねアッキー。あった、上顔面がの蜜、やった。あ、まだあるので、男2人でホテルに入っていきまして、手紙が届きました。なんだ、空ビビエ、ヤイアンちゃんのことありがとう、俺にこれ受け取ってください、ファンファンより。何、デート券を1枚ゲット、いらねえ。誰に使うんこれ、いら、おーい待って、やだやだ、ドゥーじゃなくて、やめろ、ちょっと気になるなおい、性別の壁越えるな、お前ら、ちょやめろ、変な風になる。とりあえずさ、ちょ今回はお小遣いあげよっか。バナナ、いやバナナはちょっとあげたくないけど、まあいいや、まああげるか、せっかくだしな、俺にあげよう。何、あ、もう買ってきたのね、はいや、いや高速じゃん、足速。じゃあアッキーにもあげていこっか、お小遣い、もったいねえけどお金。まあいいや、46円になっちゃった、全財産。バナナしか買ってこないんだ。待って MP 上がる、うわあげて、 MP ちょ、これあげるか、美味しくない、ふざけるな。ゴブリンのハムあげよっか、アッキーに。じゃあ攻撃力上げてもらいたいし、大満足、来た。大満足じゃないのかな、本当は。全然上がんなかったよ、だって。よし行こう、もういいでしょ、することはない、お小遣いもあげたし。また来たの手紙おい、どうしよう、またファンファンからだったら、ファンファンとデート行こうじゃん。スラビビエ、何これ、任天堂の素晴らしさを伝えたくてお手紙にしました、でも残念書ききれない、詳しくは公式ホームペ。いやバイメー、ゲーム券を3枚ゲット、やった、ありがとう任天堂、やっぱ任天堂しか勝たんよ。これちょっとラルゴさんのとこ、あの行こっか、ラルゴ、お前だろラルゴな、話しかけてほしそうにこっち見て、お、来た来た、顔戻った瞬間めちゃくちゃブサイクになってるシチュエーション来ないかな来いブサイクになれ、あー元通りだ、マジか、最悪や、ふぃー助かった、なにそれふぃーって、あざと、お前あざといキャラか、顔が怪物にくっつくなんて、さすがの僕もびっくりだよおい、おい、ありがとうって言え